どうも、カイです。今回は久しぶりの歴史教養編です。そしてテーマはコロンブスと迫害です。先週ミセスグリーンアップルというアーティストが出したコロンブスという曲のミュージックビデオが差別的として炎上する事態が起きました。本当に簡単にその内容を説明すると、コロンブスであったりナポレオンといったヨーロッパの有名人がとある島を訪れて、そこに住んでる類人猿に彼らの文化を教えるみたいな内容です。カイは学生時代歴史学を専攻してたんですけど、まさに研究のテーマがヨーロッパ人が他の地域の人をどういうふうに認識してたかっていうものだったので、特に気になるニュースでした。この動画ではミセスグリーンアップルの作品自体を批評とかはするつもりはありません。ただコロンブスがアメリカ大陸にたどり着いた時に実際にどういうことが行われていたかというのを研究をもとに紹介できればと思っています。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。そもそも大航海時代が始まった一番の理由は香辛料の確保のためです。ヨーロッパでは1世紀頃からアジア原産の香辛料っていうのが流入してきて、食べ物が腐らないように防腐剤として使われてきました。しかし15世紀になるとムスリムの商人が中東で影響力を持ったので、そこを通らずにスパイスを確保するのが難しくなりました。そして、商売がうまいのもあるのかもしれないんですけど、スパイスの値段っていうのは上がっていきました。そのためスペインやポルトガルっていった国の王様は冒険家たちにお金を出資して中東を通らずにインドにたどり着く方法っていうのを探させました。で、コロンブスもその探検家のうちの一人です。同じ時代の人としてはアフリカの南端を通ってインドにたどり着いたバスコダガマって人も有名なんですけど、コロンブスはそのルートではなく大西洋を渡ってインドに行こうとしました。正直その当時インドはヨーロッパから見て東側にあったんですけど、コロンブスの考えとしては地球が丸ければ西側を通ってもインドにたどり着くっていうふうに考えていたことが理由です。ちなみに伝記とか本を見るとコロンブスっていうのはその時代で地球が丸いっていうのを信じてた数少ない人っていう描き方をされてると思うんですけど、15世紀のヨーロッパでは地球球体説っていうのは知識人の間では一般的なものになりつつありました。ただそういった知識人の間でも実際の地球のサイズを把握していた人が結構多かったらしくて、その人たちからするとインドに大西洋周りで行くのってかなり遠くて物資が持たないんで不可能だと考えられてました。ただコロンブスは実際の地球の大きさが今あるものよりももっと小さいというふうに考えていて、例えばスペインから日本に西回りで行く場合っていうのは長さで言うと1万と9000キロぐらいあるんですけど、それをコロンブスは4800キロぐらいしかないって思ってたらしいです。そんな今から考えると勘違いではあるんですけど、そういうふうに考えてたからこそコロンブスは西側を回ってインドに行こうっていう考え方を思いついたんではないかなというふうに言えます。ただ普通の知識人と考え方が違うっていうのもあったんで、彼が出資者を探そうといろんな国回って断られ続けたらしいんですけど、なんとかスペインの女王イサベルを口説き落として1492年8月3日に大西洋に漕ぎ出しました。そして2ヶ月後の10月の12日、コロンブスはカリブ海、現在のバハマ諸島にあるサンサルバドル島に到達します。このサンサルバドル島は現在でも綺麗な海が広がっていて、たくさんのダイビングスポットがあることで有名な島だそうです。実際にコロンブスが島に上陸すると青々とした木々や水が豊富でいろんな果物がなる楽園のような場所だったそうです。そしてスパイスがたくさんあるインドのイメージと合致したのかはわからないんですけど、コロンブスはここを新大陸というふうには考えずインドの一部だと信じました。また先住民のことをインドを意味するインディオというふうに名付けたんですけど、先住民と初めて接触した時の様子を一緒に同行していた神父のラスカサスがこのように記録しています。島に上陸すると現地人が大勢集まってきた。そのうちの何人かは首飾りになるガラス玉や特に価値のないものをあげると彼らは喜びすぐに懐いた。先住民は武器を持っていないし、それがどんなものかも知らない。彼らに剣を見せると刃の方を手で持って怪我をしてしまった。彼らがいい使用人になるのは間違いない。
この文章からもコロンブスの一行は先住民たちを騙されやすく無知な存在として見ていたことがわかります。その後もコロンブスは複数回の航海を通じて現在のキューバ島やドミニカ共和国があるエスパニョーラ島を発見し現在のパナマまで到達しました。ただこれが探検だけで終わればよかったんですが、コロンブスたちの新大陸到達は先住民からすると悲劇の始まりでした。まず裸の先住民に対しコロンブスはキリスト教を信じない異教徒としました。当時はイベリア半島からムスリム勢力が追い出され、特に宗教的な熱狂が高まっていた時代でした。そのため未開の地に住む人間を見下す風潮があったと考えられます。そしてコロンブスは先住民たちに強制労働を強要し、従わない人を武力で弾圧した上で生き残った人たちを奴隷にしました。まず最初は先住民を使って金を採掘させました。しかしカリブ海の島ではそこまで金が取れず、苛立ったコロンブス一行は採掘量が足らない奴隷の手を切断したとの逸話が残っています。また同時に温暖な気候に適したサトウキビが持ち込まれ、これも先住民たちに栽培させました。ただサトウキビの栽培も収穫作業を中心にかなりの重労働と言われていて、無理に働かされた先住民が多く亡くなったとも考えられます。さらにコロンブスは奴隷貿易の礎も築いています。1495年コロンブスはスペインに500人の先住民を送ったという記録を皮切りに、数多くのインディオたちがヨーロッパに送られ奴隷として売買されました。具体的にどれくらい儲けたかという記録は残っていないんですけど、実際かなりの利益だったんではないでしょうか。今までお話しした行為の中で、さすがにヨーロッパ人でもこれはやりすぎではないかと考えていた人は言っていたらしくて、前述の神父ラスカサスもこの惨状を記録にまとめています。1492年からの40年間でスペイン人たちは見たことも聞いたこともないほど残虐な方法でひたすらインディオたちを切り刻み、殺害し、苦しめ、拷問し、破滅へと追いやっている。我々が初めてエスパニョーラ島に上陸した時、島には約300万人のインディオが暮らしていたが、今ではわずか200人しか生き残っていない。ただほぼ先住民が絶滅する状況まで過酷な支配が続いていて、かつそれを止めることができる人がいなかったのはかなりショッキングな事実です。また現代の研究によると、先住民の数が激減した理由としてコロンブスらが持ち込んだ伝染病の影響もあると考えられています。ヨーロッパでは15世紀までの間に天然痘やペストといった感染症の大流行があり、人々には一定の免疫がありました。しかしアメリカ大陸の先住民にはこういった病気の免疫が全くなかったため、感染して命を落としやすかったと言われています。なぜ新大陸に天然痘といった病気がなかったかという理由に関しては、私が学生時代大好きだった本「銃病原菌鉄」に書かれてますので、興味がある方は読んでみてください。今回はコロンブスの新大陸発見とそれに伴って起きた悲劇について紹介しました。もちろん紹介したコロンブスもかなり非道な行いを行っていたんですが、彼以降ヨーロッパから多くの探検家が新大陸を目指して航海に出ました。そしてメキシコのアステカ帝国はコルテスに、ペルーのインカ帝国はピサロに滅ぼされました。そして中南米にあった富はスペインやポルトガルによって収奪されます。実際16世紀には現在のボリビアで世界最大と言われる銀山が発見されました。そしてそこでの採掘はスペインの黄金時代を支えたとされますが、16世紀からの300年間で800万人もの先住民が強制労働に従事させられたと言われています。現在ではスペインやポルトガルから独立した様々な国によって中南米は構成されていますが、チリにある世界最大の銅山やアルゼンチンなどで見つかっているレアアースなど、まだまだ資源が残されています。しかしスペイン、ポルトガルに多くの富を収奪されていなければ、もしかしたら中南米は今よりも豊かな国だったかもしれません。またこの出来事はアメリカ大陸だけではなく、アフリカやアジアの各地でもその土地の富を外部の人が奪うっていうのは行われていました。
回個人の意見にはなるんですが、歴史を学ぶ意味というのは人間というのを知って今後の未来を考えていく上での参考にすることだと思ってます。皆さんはこの歴史どう感じましたか？興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。今回はここまで。それではチャオ。